もです。今回もこちらの加工を進めていきます。南海の鉄道コレクションの2300系こちらの加工紹介を引き続きやっていきたいと思います。前回はこれの正面行き先の張り替えで1回目終わってしまいましたが2回目はこのインデータ貼り付けの作業で 多分終わってしまいます。でから、えーそ、今回の次は多分パンタグラフの問題解決と床下の機器配置についての並び替えとかもやって、あとは車内の色分けとかもできたらやって完成としていきたいと思います。そして今回は このインデタ,タッチをつけていきますこれはいろいろ製作所から出ているドア中印データと優先座席の印データになります。はい一応ね、えー、晩年は両方、えー、貼ってましたがまあこれ貼ってしまうと,、えー、と階級とか急校の運用がちょっと過去のものなんで。 えー、時代設定が合わないっちゃ合わないんですけどまあ横から見たら分からんやろということでこのまま貼っていきます、えー、もう端からこれいきましょうかえー、っと今回の鉄これ結構ね車内が作り込みがすごいのでまあこれに、えー、乗っ取ってやっていくんですが えーとどっちが高野さん寄りとか正直覚えてないのでちょっとどうしようかなと思ったんですけどこれが多分高野さん寄りかなどっちやったかな正直覚えてないですね <laughs> この場合だと優先座席がここになるんですね この位置なんでえ窓配置的に言うとここに優先席がつくんですねとりあえずそういう順番で貼っていきましょうかこうですね向き揃えておきましょうか はこ,うですね、この作業でねよく向き間違えたりするんでねこれをよく間違えないようにいろいろ確認はしてるんですけどねどうしても間違ってしまうという。でから。 ベビーカーのマークが先ですね左ですねで右に車椅子のステッカーをこういう感じで貼るとで反対もこの位置に優先席貼って あーちょっと見すぎましたねで車いスとベビーカーのステッカーをああ重複しましたねはいこう並べるという感じですねはい ひとまずこの前パンの方の車両にこんな感じで貼りましょう。これのヘッドライト。こいつのヘッドライトどっか行ったのとりあえず、こっから。 感じになりますねではこのままドア注意ネタも貼りましょうドア注意ネタは、えー、ドア窓の外に向かって指向いてますこれがちょっと下ぐらい若干下です これで一両終わりですね。じゃ次。えっと、相方の車両ですね。隣の車両ですね。え、ほろつきの方は、優先席がこの2連窓の方についてます。で、 えとこちらに関しても補助席がこっちで車椅子ベビーカーのこのスペース、まあ、ど,っちにどっちの先頭車でも、えー、この運転席の後ろの扉の横にありますのでこの辺に、えー、ベビーカーと優先、えー、車椅子の セッー来ますずベビーカーと、えー、車椅子を貼りますとあーめっちゃいらんの出てしまいましたから新しい新しいかちょっと使ってるんですがドアチュエーシンた次の 新しいやつ出します。 はい、えー、それではね、えー、この車体に戻していきたいなと思います、えー、優先席と車いす関係が絡んでる窓があるのはこのマイパンの方ですねこれで復旧ですで反対の窓もこんな感じで 戻す,とするとこんな感じですね。隣の車両もいきます。 優先席が車単部の方で、えー、車椅子ベビーカーのステッカーのシャル、えー、シャルというか位置がこの位置ということです比較するとこんな感じです、えー、向きとしてはこういう感じです、えー、今画面の右側が高野山向き、えー、左向きがバー南向きという これを反対に向けるとこういう感じですね。こういう感じの貼り方で、えーまあ、これは現在の姿ですね。えー、青の優先席で、えー、追加されたのが、えー、ベビーカーのマーク、もともとあったのが車椅子のマークになります。でまあ、好みでまた広告とかね。 えー、つけてもいいいかなと思います今はあの、換気のために窓を開けてますよというステッカーが確かこの辺に、どっかこの辺とかに開けれる窓とかについてたと思いますので、えー、器用な方はシール作ってやってみてもいいかなとは思います。はい。ちょっと今回この一編成だけでの紹介になりましたが、 えー、でも次回の動画では全てのシャローにこのインデータが貼り付けられていると思います。えー、次回ちょっと大きな、えー、作業をやりたいなと思います。こ座席塗ってみようと思います。座席というか、で、ここにね、この仕切りみたいなのがあるんですよね。気持ち仕切りみたいなのがあるので、 でこれをね、ちょっと再現してみたいなと思います。色分けて。これもね、次回できたらやります。はい。というわけで、今回は、鉄道コレクションの南海2300系の側面窓にいろいろ製作性のドアチュエーネタと優先席。 車椅子ベビーカーステッカーを貼ってみましたという動画でした。画面の概要欄よりチャンネル登録できますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。また高評価、Twitter、Instagram のフォローもお願いいたします。